1942年の3月初旬、日本軍がジャワ島を攻略して南方作戦を達成した頃、マレー沖海戦で大敗したイギリス東洋艦隊は、なんと戦艦5隻、空母3隻を機関とする大艦隊に戻っていた。本国艦隊からの増援を受けた結果である。日本の当面の敵は太平洋のアメリカ艦隊ではあったものの、インド洋に展開するこの東洋艦隊もまた軽視できる規模ではありえなかった。航庫の憂いを断つため、日本軍は南雲機動艦隊をイギリス東洋艦隊の根拠地である西園島に派遣した。敵飛行場か、出た。練習にはちょうどいいな。まず見せてくれ。お、いっぱいいる。空母3隻ね。これは入れといた方がいいよね。これも空母か。さらに入れとくか。どうせ駆逐艦だろう。じゃあもうこれしかありえない。航空上を叩かなきゃいけないんだっけ。いいだろう、朝から勝負してやる。うわ、もう来た。無理か。いや、できるな。
敵艦隊発見。第二艦隊が一番近接でもいける感じか。駆逐艦じゃ大したことないな。
了解。ここが一番激しいな。うわ、冷えが。クソ、一身体だな。出過ぎだな。ちょっと遠いんだよな。霧島も終わりかな。やっぱり新霧島終わったか。問題はでかなりボロボロになった第二艦隊だよ。2隻しかいねえ。だいぶいたんだな。やっぱりやられたか。